スタートするわけなんですけども、バジュアル岡山スタジアム DJ、 そして本日の進行ナビゲーターを担当しますマッキーダイナマイトにしてもらいます。皆さん最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。さあ今日ですね、2011年の締めくくりということで、たっぷりとバジュアル岡山の選手たちとコミュニケーションしてほしいと思います。最後まで本当に存分に楽しんで帰ってください。さあそれではまずはじめに主催者を代表しまして、株式会社バジュアル岡山スポーツクラブ代表取締役木村正明より皆様にご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。2011年シーズン最後まで力強いご声援をいただきまして本当にありがとうございました。クラブを代表して心からのお礼を申し上げます。2012年の影山体制3年目、さらなる飛躍をここで皆様にお約束申し上げたいと思います。来年もどうかよろしくお願いいたします。本日はこのオレンジホール初めて使わせていただくんですが、最終戦徳島戦が終わった後、スタッフ総出でこの1週間日夜準備に進めさせていただきました。今日選手スタッフ関係者全員で皆様をおもてなし申し上げたいと思います。最後まで存分に楽しんで帰っていただきたいと思います。毎年恒例の練習となります。今日いつもピッチで走り回っている選手が皆様のところにお邪魔しますが、選手に触れるのはどうか一人一回までにしていただきたいと思います。昨年は小林俊介だけ何回触れてもいいと申し上げたんですが、油断すると近藤哲司に触りまくっている妙齢の方もいらっしゃいまして、ちょっと困ったことになっておりました。今年はですね、高橋則夫ゴールキーパーコーチには何度も触ってもらいません。のリーチャンガにも何度かあったのかなと。ではどうか最後までよろしくお願いします。本年の誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、バジュアル岡山選手を代表して武田正史選手会長よりご挨拶をいただきます。ではよろしくお願いします。最後まで存分に皆さん楽しんでいってほしいと思います。よろしくお願いします。瀬野龍介選手も5回まで座って OK にしたいと思います。社長大丈夫ですか？お願いします。終わりでいいですか？終わりですね。さあそれではですね、この後選手はグループに分かれて屋外イベント、それから屋内イベントに参加してもらいます。屋外イベントでは選手と一緒に、餅つきだったりとかサッカー検定を楽しんでいただきます。続いてこちらの屋内ステージ、この後ですね、ダイナマイト石村の司会進行でトークショーを、開催したいと思っております。それから恒例のサイン会、選手グッズが当たる大抽選会ももちろん行います。選手フロント一つとなって1年間応援していただいた皆様に感謝を込めて楽しんでいただけるプログラムを考えてきました。
ぜひ本日は一日たっぷりと楽しんでいってください。さあ、それではですね、各イベントの準備に入りますので、屋内イベントに参加する選手の皆さんも、一度ですね、講談の方をお願いしたい。